どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマがこちらということになるんですが、環境アセスメントっていうことになります。環境アセスメントって何っていうことになるんです。で、環境アセスメントを考える前に、環境問題っていうのは、どういうことかっていうのを皆さん考えてほしいんです。環境問題ってのはどういうことかってことなんですよね。工場を作りました。ね、工場を作りました。被害が出ました。死人が出ました。対策しましょう。では遅いでしょってことなんです。ここがポイントですよ。ここがポイントですよ。ね、勉強とかとは違う。勉強とかとは違う。勉強とかは、挑戦してみて失敗しました。次は違うようにしましょう。これが通るんです。これが通るんです。ところが、環境っていうのはそうはいかないんです。一回失敗したら、もう人が死んでるんです。ここがポイントです。人が死んでしまいますよってことなんです。だから、起こる前に対策しなきゃいけないです。これがポイントです。起こる前に対策をしなきゃいけないっていうんで、環境アセスメントっていうことになります。つまり、事前に環境に対して、どれくらい影響が与えられますか、どれくらい環境が悪化しますか、どれくらいの被害が出ますかっていうことを調査した上で工場とかを作ってくださいねっていうのが、この環境アセスメントという形になるわけなんですね。この環境アセスメントってしっかり覚えてください。事前にどれだけ環境に影響を与えてしまいますかということが重要になってきますよというのが、環境アセスメントということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。